リクガメのまさこレイディオ。はい、さわさこらさ、わさこらさ、さあ、わさこらさ、いいな、さあ、わさこらさですよですね、ちょっと今元気出して、こうから元気、から元気を出して、からなんですか？からで忙しいからね。今さ、さあ、わさこらさって言われて、ちょっとディズニーランド思い出したらやばない。そうな、あ、いいじゃん、いいじゃん。いいじゃないですか。いや、から元気って大切ですよ。そういう効果が、大事ね、そういう効果があります。はい、ということで今日始まりましたが、はい、始まりました。なんか面白かったね、昨日あのすごい数学の話でさ、はい、あの30分近く行っちゃいましたけどさ、なんかギューンもあれ見てなんか無菌のライブ前にわさわさしてたよな。確かに、見なくていいのに、ね、そうやね、わさわさしなくていいよってキュンは理解できたんだろうか。いや、なんか結局できてないみたいな話だったっけ。なんか仲間やん、お前、まあ、そうだよね、多分わさわさしながら今日のライブに挑んだかな、思いながら。あ、そうそうですか。まあ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 ね、ああいう体操も必要ですよね、たまには。そうですね、うん。で、うちなんかさ、うん、あの昨日の話をしてから、はい、まあ今日ユウも無菌があるからさ、うん、まあ、多分またうちとショーンで撮るかな思ってさ、うん、うちもなんか数学仕込んでいったり思ったんか。え、そうなんや。けど分からへん。じゃあまずあの YouTube で見たって言ってたから、そうやな、 YouTube でそういうの探そう思ったけども、分からへんから、うんうん、なんか今日気になったのがさ、日本地図の話になって、日本はそんなにちっちゃくないっていうやつ。どういうこと？なんか平面のうちら日本地図じゃ世界地図やんか。世界地図の日本。何言うてんの？もうダメなんですけど。もうダメなんですけど。しかもこの話別に説明できへんからやめた方がいい。そう、結局見つけられへんかったって話やね。そう、それで終わりでしたね、今日は。うん、全然わからん。何言ってんのか全然わからん。世界地図の日本はちっちゃいけど、日本って意外とちっちゃくないんだよっていう YouTube があって、ほいと思って見てた。どういう、ああ、そういうことね。あ、そういうこと。だから、そういうこと、地図に、平面地図に落とし込んだ時にっていう話でしょ。あ、そうそうそう。で、なんか今面白いアプリとかがあって、うん、もし日本が、うん、あのカナダの方とか、うんうんうん、あのロシアの方とかに、うん、日本があのこの平面での世界地図であったら、うん、逆にオーストラリアの方だったらとかの大きさがこう顕著になって、うんうん、他の、その国を何切り取って、そこの、うん、なんか置いて比較ができるっていうアプリがあるらしくて、うん、日本でかいやん、それだけやったな。何の数学も見つけられず、それでなんかそれをまさぐってる間になんか納得して終わってしまいましたね、今日の話題作りはできず。ね、まあ、でも一番いいのは地球儀なんですよね、そういう時に一番いい。どうしてもその球体を平面に落とし込むことって当たり前けど無理で、うん、その完全に同じ縮尺のまま。そうやな。うん。だからもう一番正しいのは地球儀。あ、やっぱりだから、だから地球儀っていいんですよ。そういう意味でも。そうか、地球儀って私も小学校の時から見てないから、うん、日本ってどれぐらいの小ささで、なんか大きさでさ、書かれとったかなってその時に今日思ってんな、うん、なんか覚えてないと思って、もう世界地図がこびりついてるやんか、ね、はいはい、そうそうそう、まあ、それだけなんですけどね。まあ、その地図の書き方もいろいろあるからね。うん、有名なのはメルカトル図法じゃないですか。聞いたことない。ちょっと分かんない。メルカトル図法を聞いたことないですか。みんな分かる？でもうち分からない。メルカトル図法って何？でも絶対に小学校で習うよこれは。え、どういうこと？社会の授業とかね。それ世界地図の話？世界地図のだから。
さっき言ったように球体を平面に落とし込むにはその縮尺は全部同じには書けないから、うん、はいはい、だからその縮尺をより忠実にしてる描き方をしてるやつであったりとか、はい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 、なんかそのいろんな何を基準にしてるかっていうのでいろんなこう図法があるんです。何それは多分きっとそのメルカトル図法のやつを見たら見たことあるってやつなんやろなきっと。ほんだら調べてみる、うん、多分一般的なやり方と思います。古いないない、これ世界中で一緒やんか。ほんの メルカトル図法なや何が違うの。いろいろあるんですよ。モルワイデ図法とか。もう何言ってんの、なんでそういうの知ってんのその語源っていうかさ、言葉を知ってんの。さっき言ったように、そうだからさっき言ったように北に行くほど大きく書かないといけなくなっちゃうから、うメルカトル図法やと。それをされてないのが、ね、まあ、他のいろんななんか方法があって、もう細かくは覚えてないけど、言ったら今言った私の世界地図の話はメルカトル図法の地図の話ってことやな。日本がちっちゃく見えて、そうそう、本来はそうちっちゃく、これすごい分かりやすく、丸が大きく、あ、すごい分かりやすい、あ、そう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 、縮尺が変わっちゃう、広がったり縮まったり。面白いなと思ってさ、これさ、はい、なんか知らんなと思ってさ、うん、だから、そのね、その世界の大きさを正しく知れなければ地球儀を買いましょうっていう、うん、なるほど、はい、しかもインテリアにもいいですからね、うん、はい、まあ、そんなことしか今日はなんか、なんか、あ、でもちゃんとなんかちゃんとラジオの話題を仕込んで来ようとするなんて、うん、ね、初めてじゃあ400回でしょつももうその場で、そうそうそう、うん、まあ、だから昨日のあれがやっぱりなんか思いの方が面白かったんだよね。あ、そうなんですね。知らん、そう、知らん言葉を聞くっていうのは、そうね、確かに確かに、やっぱりこうやってあることをさ、こう報告みたいに喋ったら出てこへんからさ、うん、何かこれをショーンギャフンとなんかクーと思いながらさ探したけど、そんな思うこと私に理解できるはずないし、まずたどり着かへんのよそんなことに、内容に言ったら、うんうんうん、YouTube もすごい面白いのなと思ったんが最近、うん、なんかショーンとかさ、ギュンとかさ、まあ、ギュンは結構お笑い特化したりさ、なんか、うん、何、あのこういうなんか時系発本みたいな感じでさ、あのマコナリ社長と、うん、見つけるの得意やんか、うんうん、でショーはショーでなんかいろんな多ジャンルをさなんか知ってるやん、うん、なんか、うん、うちほんまに見つけるっていう作業をしないからさ、好きなやつをもう固定でずっと見ちゃうのよ。で関連とかも言ったらもう同じやねん、 あそれ知ってる知ってるとか、いいねつけたやつしか上がってこへんから、うん、なかなか YouTube も探すのって難しいねんな思ってさ。確かにね、今日見ながら思ってた、すごいなんか新しい発見、本当にいろんなものがあるから、うん、きっとそうやんな、うん、難しいかもね、広げて検索するって。そう、いや結局今日も最終的にたどり着いたもう辻チャンネルやったな私は新しい新居のルームツアーしてはってさ、またでっかい家思いながらさ、辻チャンネル好きなんやうち、まあ、ああそうなんちゃんと主婦してんねんあの子、ちゃんと、しかも女子やねんずっと、うーん、すごいわー思って元気もらうねやんか、うーん、そうそうでしたね何の話、そこで終わるんですねそう結局終わっちゃってさもうちょい欲しいのに、辻チャンネル情報、辻チャンネル情報別にないなあの特に別にないねよ、もうそっか、なんかもう大食い見てる感覚と一緒なんやな辻チャンネルは、うん、なんか何も無理強いもしてこへんからさ、うん、淡々とうわー、うん、ええー、なぁ、みたいな。なんかほんまにさ、わかる？なんか土日の、上沼恵美子と高田純次が出てたあのなんか番組とか、なんかあれをボケーって見ながら、あーってなってるような、何の得も損もしない、って感じ？わからへんな。ちょっと違うな。
まあでもちょっと久々のなんか、まあ、やることめっちゃうちもあったけどさ、なんかちょっと、はい、うん、しかも一人のなんか家でな、うん、あったからなんかね、うん、そういう時間があってちょっとリフレッシュでしたね。ちょっとなるほどね、はい、大事です、ね、ありがとう辻ちゃん、うん、はい、ありがとうありがとうありがとうちゃんやばいやばい、昨日とは打って違ってね、内容の何もないものになって結局ね、そんなことない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 ね。でもその曖昧までさ、本当にさ、まあ、ショーンはさ、いろんな曲全体アレンジをすごい悩んでるじゃない今きっと。まあ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 、まあ、自分のギターアレンジだけでもてんやわんやよ。その癒しがその YouTube やってんけどさ、今日、はい、はあ、難しいね、すごいわ本当に。難しいです、なんか、うん、やっぱちょっとね妥協したくないし、うんうん、そうよねちょっと丁寧にやりたいなっていうのもありつつ、時間もないなっていう難しい感じ。そうよな、うん、そうなのよ、うん、まあまあ頑張りましょうってことで、今日もね本当にやりましょう、頑張りましょうですね。はい、はい、ということで、ボイラーリカメチョッキのライブが今月のお尻30日西 F ジャムです、はいはい、皆様よろわさでございます、お願いします。ほなほな、皆さん皆さん、おわさこらさっ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 さ